ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしておりますニードフォースピードヒートパート16でございます。さあ、前回同様でですね、おそらくでございますが、まだ物語進めるでしょうというところでございまして、前回私この後何しましょうって言ったかあんまり覚えてないんですけどこちらのね、アップロードストーリーミッションが280なので、いけるんだったらこれ行きたいなと思ってるんですけど、問題が1個あって、後々にレベル足んないとか言われたらしんどいなみたいなところはあるんですが、一回ちょっとこちらに行ってみましょうね。このままね、この物語の続きが見れればいいんですけど、にしてもアップロードっていうのはなんか何かしら警察側に大ダメージを与えてくれそうな、そんなシナリオの予感がしますね。いいですよ。さてさて、じゃあここに移動しましょう。で、トラブルか？レックス、車を届けてくれてありがとう。早かったな。マジか。今からパソコンについてある女性と会う。宣伝通り技術系に詳しいってことが分かったらあんたにも伝える。さあ、という…お、ハートまで会おう。ほう、さあ行けるか。行けそうですね。で、何も光ってないのがちょっと怖いな。このマシンの性能でいいのかわかんないけど、今レース仕様のオンロードなので一回このまま行ってみましょう。というわけでストーリーミッションアップロードです。女性の話してたけど、一回こっちに行くんだね。ああ、やっぱお前か。ここで何してるの？手を貸してほしい。注目されるとまずいの。警官はみんなあなたたちを探してる。それはあいつらを倒すチャンスだからだよ。マーサーを数十年追い払える証拠が入ったノートパソコンがある。ただパスワードがかかってるんだ。何それだけ？待ってて、今ソフトを送ったから。携帯をノートパソコンの隣に置けば数分でロックが解除される。すげえ、ありがとう。いい、必ず成功させて。あの警官たちを倒したら私たちみんな助かるの。じゃあ早く行って。ほう、誰だ？何かある？ノートパソコンのロック解除ソフトを送るよ。スマホを隣に置くだけで自動的に開くはずだ。ええ、分かった。ハイテクやね。で、これから戻る。すぐに追いつく。スピーカーにする。7キロもあるよ。動いてる。起動してるみたい。やった、入れたみたいだわ。フォルダを見られる。やった、あんた天才。俺じゃない、天才を知ってるだけだ。証拠になるファイルを見つけてパソコンと一緒に報道の奴らに渡してやる。ニュースの奴らきっとこれを気に入るぞ。待って、何これ。 PD ハードウェアトラッカーってプログラムが動いてる。これあなたの？いや、どうだろう。全ユニット、高度315、マーサー警部襲撃の容疑者の位置が特定された。直ちにクラウドバンク北部へ急行せよ。あの、字幕聞こえるか？字幕見ちゃってて。パソコンを追跡してる。急がないとな、置いてこう。いや、計画変更。パソコン持って移動してファイルを出版社に送信するための時間を稼ぐ。なるほど、タイマー。全ユニットに通達。容疑車両は赤色のポルシェ。クラウドバンクからエッジウッドバレーに向け南進中。あんたちだ。了解だ司令部、追跡を始める。了解だ司令部、追跡に参加する。やばい。ジャクソン、ウォーレン、あなたたち。気の高いうちはタスクフォースは出てこないと思ってたわ。疑義書を使う。完全に奴らに見つかったわ。しっかりやれよ。ドキュメントフォルダを見てみて。コンピューターは分かんないよ。殺しにかかってきてる。マーサーたちとフェアにはやり合えねえよ。私たちは着いたわ。早くこっちに来て。来た。もうすぐよ。今メールを作成中。私たちのためにも何としてでも警察を止めて。何やって？ルーカス、状況は？メディ
人のメールアドレスを見つけた。あとはマーサーに関係するファイルを見つけた。よいしょ、急いでね。こんなん耐久値回復するセッティングにしとけばよかったやんって話じゃん。よいしょ。おっと、こっちも。よいしょ。こっちも耐久度持ってかれるぞ。ちょっと待って、この方向の先にはガソリンスタンドがあるね。おバカアナ、お前ガソリンスタンドから離れるなよ。ガソリンスタンドを通るまでの、あ、邪魔くさいな。まずい。一回、ごめんごめん。大丈夫？ルーカス、もうちょっと。いって。確かにガタガタいってる。72%ね。どきなよ君は。おいしょ。夜じゃないから回数制限はないからね。もう一台いる？まずいぞ。バカ！そんな実況しなくていいよ、俺のぶつかった話。よいしょ。おい、俺も大被害だよ。あるあるだよね。ごめんごめん、行く行く行く。くそ、あーな、ごめん。おーっと、やばい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 。よいしょ。あと 50%。 ちょっと待ってな、どいとけ。よいしょ、ブーストをもう一回リチャージして。あ、くそ、どこだな。どいとけよ。あー、詰まっとけお前ら全員。送信完了。オッケー、よくやった。おお、怖かったー。いいぞ。バーイ。よし帰ろうぜ。あの女、ハードディスクまでは行ってねえと思うんだよな。さてさて、ニュースニュース。今夜のトップニュースは、まさに制服を汚す行為、警察の上級幹部が逃走しました。物議を醸してきた高速タスクフォースの指揮官であるフランク・マーサー警部補が汚職容疑で停職処分となった後、行方をくらませました。停職処分は WFFL ニュースに送られてきた漏洩文書が見つかったことを受けてのものでした。警察は容疑について発表を拒んでいますが、レポーターによると、マーサーが取り締まっていた路上レースの関係者による強奪及び大規模な窃盗と関係があるとのことです。警察は次の声明を発表しました。マーサー警部補は停職処分中ですが、我々は警部補に捜査に協力するよう要請しています。次のニュースです。ほう。警察にまだ居場所があるんだね、あいつは。そういうことだよね。だからダメージを与えられたけど致命傷じゃないってことか。
マーサーはまだ捕まってないみたいだ。気をつけろよ。あいつがどこにいるかわからない。いや、まさにそうだよね。このままマーサーが黙ってるとは思えないもんね。さて、303で法律違反、そしてドライビングストーリーが増えてるテスト。さあ、ちょっとこうなってくると気になるのは、あのメインストーリーもね、もちろん皆さんも気になっているでしょうが、このサブストーリーもちょっと個人的に気になるところかなと思っているので、先にね、ドライビングストーリーテストの方を見ていきたいと思います。やっぱりね、1時間半あってね、1時間半かけてレベル上げしたことによって、結構なんていうの、その分がっつり見れるね。ザ・リーグは私たちを嫌ってない。はめられたって分かってるんだ。で、他にはマーサーの情報はなし。やつが仕事をなくしたとしてもまだ車がある。何台も持って逃げられるわけがない。ここじゃもう何の意味もない。街の外に運ぶだろ。パソコンにトラック輸送会社の請求書があった。大したことじゃないが、みんなには知らせた。誰かがそのトラックを見かけたら何かわかるだろう。それまではマシンの性能をできるだけチェックして。そうしなきゃいけない気がするの。スペックは足りてるんだよ。わかるか、アナ。スペックは足りてるんだ。303あるから。問題はお前が私にレベル30を要求してることだ。何時間かかるんだ。テスト行こう。もう一回メールかな。いや、デックスだ。おい、今は別のことで忙しいだろうが、ペースを変えたい気分になったら来年のショーダウンのためにサーキットのテスト中だから来いよ。ダウンタウンで会おう。そこで話す。じゃあまたな。ういっす。さあ、というわけでテスト、まあレースやらされる感じになるんじゃないかなとは思うんだけど、さてさて、ダセーな、イレスト。来年のショーダウンの新しいトラックをテスト中で信頼できるレーサーがいる。信頼だって、そりゃ嬉しいな。いやいや、ずいぶん昔と違ってスピード感が増してきましたよね。複雑な感じ。会いに行けばいいだろう。きっと仲直りできる。どうだかな。俺とあいつは結局離れて育ったからな。俺はショーダウンで忙しくて、あいつは夜勤で忙しかった。じゃあなんでいつも聞くんだ。あいつは俺の相棒だった。最高のレーサーさ。あいつの父親を除いてな。ちょっと意味深なこと言うね。メカニックだよ。トラックテストを手伝ってくれたら、ハイエンドサスペンションキットをあいつにやるからつけてもらえ。乗った。なるほどね。またパーツがもらえるようになるわけだ。で、このやり取りを見せられるためだけに、俺は今こうやってデックスのケツを追いかけ回させられてるのか。デックス言えよ、右とか左とか。ウインカーだけよ。もう今さらだよ。こんだけ散々走ってきて今さら右に行けって言われてもな、ピントは来ねえぞ。じゃあトロトロ走んな。レーサーだろお前も。なるほど、 OK。 あらあら、空が晴れてるととっても綺麗な場所じゃない。あ、待たない。うおー、待たなくても進むじゃねえか。じゃあ待たねえよ。なんで進むんだよ。さあ、というわけでございまして、今回はね、ドライビングストーリーということでストーリーでございますので、最後までやっていきましょう。サーキットバトル、オーマイゴッド。さあ、何がオーマイゴッドなんだ。2、1、よいしょ。ラップ3か、ラップか。まあスペック的にはな、普通に走ってたらいけるんちゃうのとは思ってるんだけど。よいしょ。さてさて、そのまま一回これ曲がってって、左奥側か。結構直角だね。よいしょ。
あ、待って、あ、そっか、ドリフトの挙動までの時間が全然違うから。昔の走り慣れてた感覚で走ろうとするとさ、結構事故りやすい感じになるんだよね。随分ドリフトの挙動が重くなってるというかさ。その車改造したんだろ。そうだよ、そこそこ金かけてるよ。よいしょ、ダメ、止まってる一回下手くそ、完全に一回今ビタって止まったぞ。あ、でもこれは気持ちいいコースだね。何がオーマイゴッドなんだろう。あー、こっちかな。こっちの方がなんかスピード感って気持ちいいでしょ。うひょー。さあ、というところでがっつり、あ、待って、おい、危ねえ。ドリフトに入るまでの挙動の調整が全然難しいぜ。さーて、いやー、でもこの視点だとちょっと気持ちよさあるね。スピード感が増すのもあってね。なるほど。本当言うとね、あのドライバー視点、あのハンドル握ってる感じの視点があったら最高なんだけどね。さあさあ、まあなんか本当に2位以下が大きく離れてるから、よいしょ、こうしてあげればいいんでしょ。まあ100キロ残しで曲がれたんだったらいい感じじゃない。さあ、というわけで残りの時間もドライブ皆さんで楽しんでいきましょう。いや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 、こういうね、直線が多いところはね、あれだよね、あの湾岸道路の大場線みたいな感じだよね、パッと見の外観がね。いや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 、気持ちよさがいいですよ。よいしょー。お前とラインの間には何もない。おう、ラインの間に何もねえし、2位との間にも何もねえよ。2位も随分離れちまってるぜ。危ない、このままで行っちゃうと1キロ離れちゃうよ。よいしょ。最後までお前と戦ってやる。おいでおいで、俺はタイムアタックやってっけどな。しかしながら次のレベルが30でしょ。30ってことは一部のパーツエリートプラスとかになるね。なのでチューニングとしてはもう結構いっぱいいっぱいのチューニングをする感じにはなると思いますね、次回の展開はね。これあれですね、パート 16.5 でレベル30までひたすらレベル上げするっていう流れが始まるのが目に見えておりますね。いやいや、ブースターがいっぱいあるのでブースターガンガン打っちゃいましょうね。うー、270キロ。信頼できると分かってたよ、よくやった。もっと難しいトラックに挑戦するか。え、あんの、あれじゃないの。え、あのさ、この世界に現れる奴らはどいつもこいつもさ、なんちゅうの、このレースに勝ったらパーツやるよって言った後にさ、くれないよね。実はもっと難しいのあったんだみたいな空気出してくるよね、大体ね。いや、そこまで否定する気はないよ。でもさ、言ったことは守ろうね。パーツあげるよって言ったんだったらくれよちゃんとくれよ。さてさて、17万か。まあそしたら残りの時間はあれしましょうか、皆さんと次回以降の作戦会議をちょっと立てていきたいなと思っております。まず少なからずレベル30まで上げないといけないので、もうこればっかりはやるしかない状態になってるかなと。なのでまあまあ夜ばっかり行ってナイトレースばっかり行って進めていこうかなとは思うものの。おかえり。いや、昔の場所が懐かしいな。そうなってくるとプラスアルファで31まで持ってくのを要求されてねえか。うん、これは一部のものは除くけど、確かこっち39はもういいや。タイヤはエリートが35だからまだいいとして、でこれも31でクラッチが増えて、なるほど、やっぱりだけどゲームが求めてきてるのは31だね、きっと。まあなので31まで引っ張ってあげて、でここら辺ちょっとごそっと入れ替えるというか、やっていく感じになるのかなと。でまたはエンジン自体はまあ
こら辺とかに持ってったりすると336とか、今がね306馬力のエンジンなんだけど、まあ、ここら辺とかに持ってくと上幅の限界が1169っていうチューニングで、でもこれもまだまだチューニング幅あるんだよな。当面まだこいつでいい気もするんだけどね、正直。だからここら辺とかか、潜在馬力とかこういう感じ。待って、潜在馬力が今これで言うと、あ、でも913まで伸びる。だから馬力だけで考えるとあれか、このここら辺がいいってなるけど、でもなんでこっちの方が高えんだろう。最初からエリート積んでるから、ちょっとここの見方がね難しくて分かんないんだよね、あんまり。でもこっちの方が少なからず潜在馬力がちょっと上がっていい感じってなるんだろうけど、まあ当面こっちでいいだろうな。なんとなくやらなきゃいけないことが見えてきましたね。まだまだちょっと私この Z で走ってたいなって気持ちがあるので、とりあえずですね、16.5 でレベル31までひたすらですね夜のレース走っていきたいなと思っております。というわけでございまして、今回は時間的にね、時間的にというか取れるものもないのでね、ここら辺で終わりとさせていただきまして、またパート17ではレベル31に上げた状態でお会いしましょう。というわけで、ここまでのお相手は私、ヤガミンことヤガミヘイデがお送りしました。ではまた次回動画にて。 See you next time, stay tuned. Bye bye.